さあ、こっからですね、3DS 限定のイベントらしいです。ワクワク。おい、ゼシカ、大丈夫か？急に景色が頭に流れ込んできて、砂漠に大きな竜の骨、それから水晶玉が。砂漠に大きな竜の骨といったら、サザンビークの南の砂漠にある竜骨の迷宮でガスかね。この嫌な感じ、ラプソーンに操られていた時の感覚に近いわ。これは無視するわけにはいかんな。とにかく準備ができ次第出発じゃ。竜骨の迷宮はここから西にあるでゲス。空を飛んでいけばひとっ飛びでガスよ。ほう、なるほど。竜骨の迷宮、確かルーラで、そうですね、一発で行きますね。これは確かに知らないイベントだ。ここは皆さんは見てないんですよね。動画にはしてないんですよ、ベルクラックのイベントで。だから、公開。みんなここよ！私が見た場所は！さあ、行きましょう。あの水晶玉は、ここの奥にあるわ。とにかく、行くしかなさそうだね。お！なんだなんだ。おお、楽しみ。なんだなんだ。ここはメタルキング狩りでも、うん、メタルキング狩りで紹介したところでもありますね。自分はここでこうやってぐるぐるやってましたけど、もう、あ、出てきたね。この時点ではあのスライムの丘があるんで、そっちでやった方が効率はいいと思うんですけど、メタルキングか。雷光一閃、ピオリム、タンバリン、レイピアに変更して早ぶさ切り。お、タンバリンが先にならなかったか。まあいいか。5でも当たんない、入んないか。まあそうだよな、ですよね。雷光一閃、ピオリム、タンバリン、はやぶさ切り。いや、入んねえか。あー、素早さ勝ってたんだけどなー。どんまい。ちょっとね、レベリングはするつもりではいます。あ、違う、こっちじゃねえし。メタルキングに誘われて来ちゃったけど。これ中に入って、どんどん奥深くまで行きゃいいのかな。それだけでいいのか。とりあえず、ここ行って、ん？あ、いいのか、あれ。いや、言うて見せてもね。いや、地図見てもらおうと思ったんだけど、あれ、こんなとこあったっけなと思ったんだけど、行ってみるか。敵が多いな。あ、水晶のとこまで行けばいいんだったな。戸惑ってんだったらこっち来んなや。あ、ごめん。口が悪かったね、今のは。ちょっと待ってね。どっち行けば正解だったかな。敵が鬱陶しいなぁ。あ、そっか。忍び走りすれば確か追ってこなくなるんだっけ？こっちでいいんだったかな？どうだったかな？あー、楽だなぁ。あ、メタキンいる。ああ、こっちで合ってるっぽいな。じゃ、このまま行きまーす。こっちじゃないね。こっちだね。あぶねあぶね。これだ。すごいよなー。骨が道になってんだもん。下毒沼だからね、そして。怖えわ、これは。
普通ビビってこれ歩けないやつですよ。お腹出てるよ。逃げまーす。ちょい左から、これかな、違うな、もう一個左だな、危ね、よいしょ。ん？あ、いいんだ。これか。ここか。間か。このドラゴンバケージ、でかい。おー、すげえ。リトルガーデンみたいだね。ワンピースの。いいね。キラーマシンかっこいいな。進むべきは下ですね。おっと？忍び走り。これいいね。忍び走りすげえ使えるな。エンカウント戦の時はね、忍び走り的な、忍び足だったかな？忍び足っていうスキルがあって、そう、それ使うとね、モンスターが出にくくなるっていうのあったんだけど、エンカウントすると、先制取られやすい、不意打されやすいっていうのがあったんだよね。それがなくなったのがうまいな。さあ、着きましたね。お。我ら七賢者の子孫たちよ、いつか訪れるもう一つの脅威についてこの伝言を残す。心して聞くのだ。我々は子孫ではありません。子孫が来る前提で残したんでしょうね。暗黒神ラプソーンの従える配下の中に強大な力を持つ魔人がいた。魔人の名はジャハガロス。かの魔人は暗黒神が封印された後もこの世界で暗黒神の復活を目論み悪行の限りを尽くしていた。暗黒神との戦いの傷も癒えぬまま我らは闇の軍勢に最後の戦いを挑んだ。奴らとの戦いは熾烈を極めた。だが我らも最後の力を振り絞り奴らを徐々に追い詰め、その勝利は目前に迫った。しかしかの魔人を滅するとジャハガロスは手負いのままいずこかへ消え去ってしまった。奴の根城は荒野のどこかにあるとされたが、傷を癒したかの魔人はいつの日か封印を破り必ずやこの世界の脅威となるだろう。我が子孫たちよ、ジャハガロス復活の兆しあらば力ある者たちの助力を得て阻止するのだ。どうか我ら尊い賢者の血の使命が果たされんこと。荒野って前に船があった場所よね。あの時は船に気を取られて周りなんか見てなかったわ。とにかくそこへ行ってみましょう。なるほど。荒野か。いや、普通になかったと思うな。荒野も飛べるんだよね。これですね。荒野の山小屋がそう。新たな敵との勝負だな。どっちに行きゃいいんだろう。あれか。あったあった。多分あれだ。
魂でいけんのかな。あれだとか言ってあれか、みんな地図見てないからあれか。ああ、またあれが出た。あ、また、ちょっと逆向き。旋回旋回。180度旋回。ちょっと待ってね。多分、これのことだと思うんだけど、なんか穴開いてるんだよね、マップに。この辺で降りてみます。違うかな？あ、なんかすげえとこに飛ばされた。全然思ったとこと違うとこに来たな。おお！じゃあ鈴、鈴使って。ごめんよ。全然倒す気なんかないんだよ。あ、全然思ったとこと違うとこに来てる。完全に予定外だ。ぐるっと回らされたね、これは。OK？ ここちょっと先に進んで、これ右曲がると、多分あれなんじゃないかな。穴開いてるやつですね、多分ね。これ降りれないな、ここからじゃ。ちょい待ちですね。これを左に曲がってと。あー、OKOK、降りれそう。これだな。多分そうだな。おお、こんなとこあったのか。ワクワクするな。奈落の祭壇だってさ。こんな感じです、マップ。普通に魔王の使い歩いてるんだが。こっからスタートしたのか。階段が右上にある。あれ？なんか、闇のあれと似てんな。闇の遺跡とちょっとギミックが似てる気がする。上上がれるぞ。あ、宝箱ありますね、正面に。あ、ほら。完全にこれ、闇の神殿じゃないですか。闇の神殿だとゼルダになっちゃうか。闇の遺跡だ。お、いいね。いいね。小さなメダル。これはいいよ。正直、世界中の歯とかより全然嬉しいよね。小さなメダル集めるのめんどくさいからね。どれが取ってないかとかがわかんないからさ。結局また、同じとこぐるぐる回んなきゃいけなくなるからさ。なんかありますよ。これは読まなきゃいけないやつかな。巡礼者たちよ、巡礼者。主暗黒神に祈りを捧げよ。皆が等しく神戸を垂れるとき、大いなる闇のもとへ導かれる。暗黒神に対して、暗黒神に対して神戸を垂れさせればいいんだから、あれだよね、暗黒神ってね。ああ、そういうことか、把握。みんな右向きにしてあげりゃいいんでしょ？だから、こうしてと。で、こうして、こうして、よいしょと。はい、行きまーす。続き、行ってみましょう。左に曲がって、左に降りて、さらに下へ。地下1階。普通に敵歩いてんな。強そうだね、そして。パッと見宝箱は見えないかな。一応ここ上がれるか。うん、なんか鎌があるな。使い古された大きな鎌。ネバネバしたものがびっしりこびりついている。やばそうだな、なんか。すげえ、一周放ってそう。これ、忍び橋使ってる？厄介だな、こいつら。
厄介厄介。こっち進んでいいのかな？おお、なんか金ピカの石像あるぞ。今のとこまっすぐ行くと、階段があるんで、多分こっちかな。あ。なんかありそう。いいね。メダル、ありがとう。これ全部ローですね。なんもない。あ、ローだね、これは。普通に骨もあるけど、人が捕まってたのかな。聖者の灰。なんもない。お、宝箱あるよ。これは期待できそう。聖王の大芸。ほう。聖王の大芸。お、強い。